カタログには、車軸式などと表記されることもあるが、左右の車輪が車軸で合結された、車軸喧嘩とは異なり、トレーリングアーム式の一種である。英語圏では、ツイスト、ビームサスペンションないしトーション、ビームワークする方式という章がある。トーションバースプリングを構造に利用した、トーションバー式とも異なる。 VW ゴルフマーク3のリアサスペンション全輪駆動車や、それから派生した 4WD 車の後輪で使用される。左右のトレーリングアームが、ねじれを許容する、応用で繋がれていて、このねじれにより左右の車輪は、ある程度個別に上下動できる。このため、車軸喧嘩と独立喧嘩の中間的な存在とされることもあるが、どちらかといえば、左右を、 トーション版式スタビライザーで連結した独立喧嘩と言える。自動車メーカーによってはトレーリングアーム式や車軸式とも表記される。正確にはトーションビーム付きトレーリングアーム式サスペンションと言える。似ているように見えるコイルリジット式の方が複雑な構造で高コストである。初代フォルクスワーゲンゴルフの成功により多くのメーカーが追従し、 比較的軽量な小型 FF 車におけるリアサスペンションのスタンダードとなった。日本でも軽自動車含む大衆車からミドルクラスのファミリーカーにまで多く見られるリアサスペンション形式であるがトヨタアルファード、ベルファイアのように高額で車両総重量が2トンに達した車種での採用例もある。また現行マズバ3のようにドライバーに 違和感を与えない自然なハンドリングを実現しつつ、コスト管理も両立するため、あえて、トーションビーム式を採用している例もある。クロスビームの断面形状は、丸型や角形の中空交換のほか I 型、形、形、形などが見られる。トレーリングアームとハブは豪傑である。サスペンションスプリングには通常コイルバネが組み合わされるが、 PSA プジョーシトロエンは過失へのバネの張り出しを嫌い、小型車では2本のトーションバースプリングを用いている。クロスビームの接合位置により口述のように分類されるが、どの方式も横力による影響は避けられず、ブッシュやアームがたわむことにより、トーアウトの傾向を示す。これは、結果的に、 コンプライアンスステアがオーバーステアを示すこととなるため、市販車に求められる操縦安定性能の点から好ましくない。このため現在はカップルドビーム方式でアームのピボット軸を斜めとしたものが一般的である。これは旋回時には車輪にかかる横力がピボット軸のブッシュを斜め方向にたわませて外輪が前方に移動する方向に ユニット全体が回転することで、トーアウト傾向を打ち消し、乗り心地を悪化させない、柔らかいブッシュを使用しながら安定性を確保する、ことを意図している。クロスビームとトレーリングアームの接合位置により、以下の3種類に大きく分類される。数中の大色の部分が、クロスビーム、黄色は、トレーリングアーム、緑色は、ラテラルロッドとなる。ありがとうございます。